2022年10月15日、まもなく0時、日付をまたぐ池袋駅の山手線内回り電車のホームにいます。山手線は環状運転をする路線で、東京の街を一周する路線ですが、0時に近い深夜になってくると山手線には一周をせず、途中の大崎駅、池袋駅などで運転を終了する列車が増えてきます。これは営業を終えた電車を車両基地に収納するため、車両基地の最寄り駅である大崎駅などを終点とする列車が設定されているからです。その山手線の車両基地は今いる池袋駅の近くにもあります。この動画ではその池袋駅近くの山手線の車両基地、池袋運輸区を紹介する動画となります。0時を超えましたので駅の北口改札に向かいます。北口改札ではこれから参加するイベントである池袋運輸区構内ナイトツアーの受付を済ませに行きます。このツアーは池袋運輸区を深夜から朝方まで見学するものとなっています。0時半頃に受付を完了し、再び山手線内回り電車のホームでツアーの開始を待ちます。自分を含む24人のツアー参加者と対応する JR の職員の方々が見守る中、まずは深夜の池袋駅限定の光景が目に入ってきます。5番線に池袋駅止まりの電車が入ってきました。列車が着いてドアが開いた後、1号車のドアコックを駅員さんが扱っています。このコックを扱うと車掌さんがドアを閉める操作をしても、コックを扱った車両だけドアが閉まらなくなります。車内にお客さんや忘れ物がないか駅員さんが点検しますが、点検でドアが閉まった後に車内にお客さんが残っていた場合に、この1号車から降りてもらうようにしています。そうすることで点検を終えた車両に間違って人が入ってこれないようにしているみたいです。側面から見るとドアが開いていることを示す車速灯が1号車だけついており、他の車両は消えています。これは通常ではない特殊な光景です。しばらくして自分たちが乗る列車が入線してきましたので、この列車で池袋運輸区へ向かいます。お近くのドアからお降りください。1号車の前にありますので、あ、こちらから出てきてくれます。あの方、赤尾美樹です。副長っていう役職になりました。あ、というわけでですね、営業列車では乗ることができない入れ替え線の方に入ってまいりました。ようこそ構内へ。ではですね、これから今から行くところですね、池袋に行く構内について簡単に、ご紹介をさせていただきたいと思います。池袋に行く構内はですね、今から105年前、1917年、大正6年に新宿電車庫の分庫として開業したのが始まりでございます。もう車両基地に行く道が入ってますね。もうすでに線路が分かれ始めて車両の方に差し掛かっております。ここで一回止まったの電気が入っているから一回確認して、もう一回今回は
われわれ8番線の方に入港いたします。こちら1から7番線、こちらが、90、11、12と、蔵の建物のところですね、15、17番線、13と14が欠番になっております。 JR 東日本の豪華列車でありますトランスイート敷島、こちらの方の清掃も担当していたエキスパートになります。池袋駅の北にある池袋運輸区に着きました。まずは車両基地での電車の清掃風景を見せてもらいました。 JR 東日本の豪華列車の敷島の清掃を担当されていた方の実演であり、プロの仕事を間近で見せてもらいました。山手線の電車がきれいなのはこういった方々のおかげなんですね。ありがたいです。その後は緊急時の避難はしごを使って車両基地に入りました。なお移動時の撮影は安全のため遠慮してほしいとのことでしたので、ここからは画像がメインとなります。はい、豪華でございます。ちょっとこちらでお待ちください。まず屋内の車庫に来ました。この建物は100年以上の歴史を刻む古いものであり、ここには今では廃盤となっている13番線と14番線があります。池袋運輸区は1番線から17番線まであり、スパイファミリーのラッピングを施している E235 系が15番線に止まっています。13番線と14番線の頭上にはかつてはクレーンがあり、配給列車が入線したこともあるそうです。その時の配給列車用の目印が今でも残っていました。続いて15番線から17番線の車両の顔が正面から見える場所に来ました。この日は15番は E235 系、16、17番線に成田エクスプレス用の E259 系が止まっていました。普段は16番線は E235 系が止まっているのですが、この日は珍しく E259 系が止まっており、案内した係員の方も驚いていました。続いては1番線から12番線がある屋外に来ました。この日は1、2番線は E259 系、3から5番線は E235 系、6番線は埼京線用の E233 系、7、8番線は E235 系、9番線にも埼京線用の E233 系、線上線の10、11番線に E235 系、撮影はできませんでしたが、12番線には埼京線用 E233 系が止まっていました。電源の落ちた車両が並ぶ姿が車両基地であることをより一層引き立てています。ここでは2時40分から3時20分まで40分の撮影時間が設けられました。撮影後の3時25分から15番線の車両の出庫点検が行われましたので見学していきます。パンタグラフが上昇すると車両の各機器に電気が流れていき、室内灯がつきます。 E235 系はこの出庫点検の際に各機器に異常がないかコンピューターがチェックする構造になっており、異常の有無を知らせる仕組みになっています。ただ車両の側面や外から見た機器の状態はチェックできないので、そのあたりは点検する方が各車両を回ってチェックしていくようです。その後は非常時に車両にかける避難用のはしごを組み立てる作業を見せてもらいました。出庫点検した E235 系に乗り込み、4時32分に池袋運輸区を出発します。通常入ることができない山手線の車両基地で電車が撮影できただけでなく、山手線を陰から支える人々と仕組みを知ることができ、山手線がより一層好きになりました。参加してよかったと心から思えます。企画してくれた JR の方々にお礼が言いたいです。ありがとうございました。自分たちが乗ってきた E235 系は池袋駅到着後は4時52分発562G 列車となって出発していき、山手線が走る一日が始まりました。これでツアーは終了です。ご視聴ありがとうございました。